昨日はそれをペロペロと飲みながら、飲みながら、あの、キュウリ覗かしてるの、あの、お湯にしてね、それで、少しですけど、それは夕べ、で、今朝はそれも飲まなくて、お水はよく飲みます。お水は飲む、で、吐く方はどうですか。吐かない。あ、吐いてはいないですか。はい、で、なんか、ごっくんごっくんってするので、うんうん、なんか、吐かないようにしてるのかもしれないんですけれど、吐き気があるのか分からない、とにかく、体がだるそうなのはよく分かる。そう、そう、それで、うんち、おしっこは、おしっこは朝出ました。おしっこで昨日も、うんちはしてない、うんちはないから出ない。うんちはしてないですね、はい、はい、多分腸は元気だと思うんで、胃が荒れてるのかな、なんか食べで、いや、あの、吐いてないけど、なんか吐きたそうな素振りはあるわけだから、うん、おっくん、おっくん、そういう感じがあるんですね。なんか気持ちが悪いんだと思うんですよ、胃がね、はい、それで、私 鼻がね、濡れてるから、うん、あの、まあ、とりあえず乾いてないわという確認だったんだけど、はい、鼻から鼻水みたいなのがポタポタ落ちることがあって、これはひょっとしたら夏風邪かもしれないっていう。あの、くしゃみとかしますか。くしゃみは、この子の癖で、それは昔から元気な時でもやってるんですけど、昨日今日はそういう風邪のようなくしゃみは感じなかったですね。じゃあちょっと身体検査。鼻濡れてますもんね、うん、で、熱が下がらない感じで。